はい、どうも、カツです。今回はトロ生ハムユッケ丼を作っていきたいと思います。 SNS でバズった料理で、まあ今更感はあるんですけども、まあ超簡単に作ることができるので、まだ作ったことがない方はぜひ作ってみてください。ってことで、トロ生ハムユッケ丼を作っていくでござる。はい、ってことですね。生ハムユッケ丼を作っていきたいと思います。まずはこの生ハムなんですけども、和豚、もち豚っていう品種の豚になります。この油の乗り具合、めっちゃくちゃうまそうですよね。ちょっと食べてみたいと思います。うんま。口の中でとろけますね。ってことで、作っていくでござる。まずは焼肉のタレで、醤油で、コチュジャンで、ごま油で、ニンニクよし、完成。じゃあ食べていきましょう。ってことで、もち豚に感謝していただきます。まずは卵黄から。あ、やばいっすね。めちゃくちゃうまそう。いただきます。すっげえ口の中でとろける。うまいっすね、この生ハム。ご飯が進む。これうますぎでしょ。きゅうりもシャキシャキで、もち豚のすっごい濃厚なうまさ、もうかっついていただきます。ってことで、今回はとろ生ハムユッケ丼を作っていきましたけども、生ハムがとろけて、ご飯が一杯じゃ足りないくらい美味しかったですね。まあ、手軽に簡単に作ることができるので、ほんとおすすめです。ってことで、この動画を見て美味しそうだなって思った方は、ぜひチャンネル登録と高評価お願いします。ありがとうございました。